して、僕たちが G カードです。お願いします。ありがとうございます。じゃあ一応今日5曲予定してるんで、あと4曲、最後までお付き合いください。お願いします。ありがとうございます。
だよっていう人いますか？どうも。じゃあここからなんか次ライブとかいろいろあるんで、そういう時に応援してもらえたら嬉しいと思います。ありがとうございます。今日はちょっと先輩方と一緒にライブするんでちょっと緊張してるんですけども、楽しめればいいと思ってます。あと10分、15分、あ、大丈夫です。やばいやばい、あ、時間を守りましょう。はい、行きます。
信したいからちょっと急ごうか。次はちょっと僕たちが大好きな鈴木スマシンガンズの、ファミレスボンバーやろうと思うんですけど、曲知ってる方ちょっとコーラスみたいな部分があるんで乗っていただけると、あ、お願いします。それではいきまーす。
ちそうさま。最後で穴を振ってください。シャンズラスだ。
しくお願いします。次2曲続けてやろうと思いますね。モトリークルーのドクターフィルブックと、ニルバーナのスミーズライクティンスピリットの2曲を連続でやろうと思います。練習中なんで、バッペたら許してください。Thank you.
しまいましょうかね。続いてはまた元に来るでキッサーマイマートです。結構面白いと思う。なんか無理やりごめんなさいね。もうありがとうございます。じゃあ行きましょうか。
Thank you.
告知もしておきます。ありがとうございます。来月3月27日に、沖縄市のロックシアターさんで東京から、なんだっけ、夕暮れトロニカさんを招いてライブするということで、時間ある方よかったらぜひ来てください。残り4曲今日はやっていくんで、ゆっくりこの今日のライブ楽しんでいってください。
ホームページの宣伝もしておきます。お手持ちの携帯とかパソコンとかを、クリアボックスのホームページで検索していただけると多分つながります。そこに、歌詞とか、ライブ情報とか載ってるので、よかったら、お時間ある方覗いてやってください。お願いします。であとね、なんだろう、みんな、ここにいる人みんなそれぞれ年齢とか、人生経験とかいろんな経験してると思うんだけど、やっぱ中には苦しい経験とかさ、悲しい経験とか、まあいい思い出ばっかじゃないと思うんだ。やっぱその中でなんかそういうのも経験していって、人はなんか少しずつでも大人になっていくんじゃないかなっていう思いを込めてこの曲を作りました。ネバーランド。
どうもありがとうございます。そしてありがとうございます。ここロッキンのスタッフさんもありがとうございます。そして何より今日ここに来てくれたお客さんありがとうございます。俺らはみんな、こういう音楽してる時が一番好きだから、こうやってみんなと一緒に楽しめる時間とか、なんだろう、過ぎなければいいのになっていつも思いながらライブやってます。またどこか他のライブで会えること楽しみにしてます。クリアボックスでした。ありがとうございました。ほらね、さよならなんて
い、5番ハルスです。とりあえずじゃあライブ告知、来週土曜日27日といいんですけど、名護バードランドで、バファリンさんと一緒にやります。ちょっとね遠いんで難しいと思うんですけど、興味がある人はぜひどうぞ。水初めての一番手で、裁判に産んでもらったディファイントパーソンさんとは前ライブしたんですけど、今日は産んでくださってありがとうございます。あと2曲なんですけども、最後まで聴いてください。はい、あと2曲、頭振らないで帰るの。このバンドもさ、盛り上がるバンドあるからよ、ちょっと体温めとけよ。宇宙中の石板
Thank you.
軽い季節が
対バンで出ていただいた皆さん、どうもありがとうございます。ロックインの皆さん、さくらさん、ありがとうございます。
とうとうあと2曲ですね。皆さん次の曲で盛り上げていきたいと思います。シルバーガーデン、どうぞ一緒に盛り上げていこう。
ってない皆さん。大変ですけどね。10名いきます。Oh,
ドルとはどうか。